分かいちゃった。いつまで30分経ったんだよ、全然30分経った感じはしなかったけど、いつまでが30分経ったの。今気温何度ぐらい？今トイレ？わしトイレだよ今。わしもトイレだ。トイレ狼。トイレ方面向かってるぞわし。トイレ方面向かってるけど。つかなんでさ。なんで一回都並入ったのにまた親部戻ったんだろうな。どうなってんだろうな。うわ、後ろからなんか、後ろからめちゃくちゃ煽ってきてるやつ、車がいる。うわ、抜かれた。急ぎすぎだろ、お前。何個前してんの、マジで。まあ富山市に戻るっつーか、富山市内の 海に行く。え、トナミ入ったの？もう。あ、もうトナミ入ってるじゃん。いつの間にやら。え、いつトナミ入ったの？え、いつ富山入ったの？いつの間に富山、トナミ入ったの？え？あれ？トナミのあれ看板あった？カントリーサインあった？あれ？全然気づかなかった。全然わからんのこれ見ても。いや、ローソンどうですけども、いや見ただけじゃ全然わからんじゃん。あれ、ヤドカリトヤマじゃね、トイトオオカミに。あ、高岡入っちゃう。え、なんで、なにこれ、なん高岡入っちゃうの。え、高岡入っちゃった。都並市のさ、都並市めちゃくちゃ狭いじゃん。都並市もう高岡市入っちゃった。また抜かれたし。でっかいトラックこれ、近づきすぎだろこれ。でかすぎだろこのトラック、なんだこりゃ。次の信号右？いやでもなんか砦狼にヤドカリトヤマちゃんいるの本当に。いやでもましてあの行く来るとき砦通ったしな。てかこれ右曲がったら津沢って書いてあるんだけど。ね、右曲がったら津沢って、津沢？右曲がったら津沢なんだけど奥さん。標識見たら右に曲がったら津沢だって奥さん。
津田はってさっきおったとこだけど、わし騙されるとこだったの、これ右曲がったら津沢だから、津沢の豊かアンドンに行っちゃうから戻ってきてんじゃん、わしが遠回りしてるから。この道通った気がするもん、わし来るときこの道通ったんじゃないかな。8号かどうやって行ったんだったかな。高岡の北島で曲がったんじゃなかったかな。北島から佐野の方を抜けてったんじゃなかったかな。え、じゃあこのまま行ったら佐野緑町行けんじゃない。佐野緑町行けない、無理。え、この信号左、いや、まっすぐだよ。都並、富山小杉方面まっすぐって書いてあるもん。左回ったら8号に抜けてきそうだけど、佐野緑町郵便局あるからね。佐野緑町簡易郵便局がある。高岡市佐野緑町ってね、そういう地名があるんですけれども、まだこれこうやってる。いや、わしはもうまっすぐ行くよ、このまま。わしはこのまままっすぐでいいよ。まこっちゃん、あ、いらっしゃい。トイレ、トイレ、トイレに行く、トイレに。あ、トイレじゃん、これ。トイレ、トイレ5丁目、トイレ5丁目、トイレじゃないよ、トイレじゃない。八幡村には行かないですよ。トイレ狼、トイレ狼まで行けんね。トイレ狼の信号左曲がる。左曲がったら、左曲がったらどこ行く。左曲がったら金沢方面じゃないですか。トイレ狼ってどれだっけ。もうトイレ狼つくけ。え、これ何、この信号何。え、この信号トイレ狼じゃない。あ、トイレ狼。左行ったらどうすんの、これ。左行ってどうすんの。左手どうするの、マジ。え、これ1コロ、こっからどうすんの。左曲がったけど、え、これ何、どこに向かってんの、これ。だから1コロ入ったけど、まっすぐ行ったらどこ着くの。え、これまっすぐ行ったら、あの、逆方向じゃないの、わしの家と。だってこれ庄川背に向けて走ってるよね、これ。庄川背に向けて走ってるよね。これ金沢行くよね、これはまっすぐ行ったら。これ何してんの、これ。なんでわし金沢向かってんの。これ何してんの、わし。いや、わし帰るんだけど、今日。え、これ何、これも8号に向かわしてんの。庄川渡りたいんですけど、私。庄川渡りたいんだけど、これ1コロに出ても仕方ないぜ、わし。こっから8号に乗らせようとしてる。まあ、エビへ行くんなら、8号乗った方がいいんか。こ、問題ないね、これ。全然この辺方向感覚わからんじゃわし。なんでサバイに行くことになってる。確かにサバイの方向かもしれないよ、これ。サバイの方向に向かってるような気はしますけれども、
え、わし佐野に行きたい。わし佐野行きたいんだけど、佐野。佐野は？え、サバイの方向じゃないの？金沢に向かうって、つまりサバイに向かうことでしょ？大衆酒場はうなだけど、じゃあ佐野っていうね地名があるんだよ、高岡に。で、佐野緑町っていうね町もあってね、佐野に緑町がある。メガネ買いに行くんですか今。どこにメガネ買いに行く。あーもう海に入りたい、早く。佐野行けんの、このまっすぐ行ったら。え、これまっすぐで佐野に着くの、本当に。なんて場所これ。一ノ瀬ってとこだね。一ノ瀬ってとこなんだけど、ボイミちゃん壊れた。あ、サバエ、あ、メガネ、そういうことね。サバエのはメガネのフレームね。はいはいはい。え、これだって生姜の逆方向走ってんじゃない？これ。わしどこにいんの？一ノ瀬っていう場所はさ。生姜から離れててないか。いや、これまっすぐ行ったらマジでどこ着くの。わし帰んの何時になるの。ねえ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 、もう夜が明けちゃうから。もう3時半には夜が明けるからね。3時半にはもう夜な、あの、もう明るいからな。あと2時間半が勝負なんだけど、わし。あと2時間半が勝負なんだけどな。いや、生姜は渡んないと、わって。生姜は渡ってさ、あの、なんなら神通側も渡りたいんだけど。え？鳥ダムに行く。いや、なんで、もう、ちょ。なんでこんな時間になってんだよ。じゃあわしはいつもあのホタルイカを取りに行くために午前1時に起きてんだって。ホタルイカ取るために午前1時に起きてんですよ。だからアラームが鳴ったんだよ今。ホタルイカ基準だから。え？ホタルイカ基準で生活してるから。で、これちょっと標識が一個もなくてわからん。標識が全くないからわからんのやけど、これね、わしでこれどこに行けばいいの。これ8号に出ればいいの。ずっとまっすぐ行ってるけど、なんとなくしばらく道なりでいいんですか。まあ全然わかんない。高岡の街中、12町島って書いてある。あれ？高岡市、西東、え？え、ちょっと待って、これ佐野じゃない？え、この辺佐野じゃないの？おい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 、これはちょっとにわかにね、ちょっとこれ、盛り上がってまいりましたけれども。ボイミつけてんだよ、これずっと。で、急にボイミついた。急にボイミついた。急にボイミがついたわ、今。佐野智則。え、どこだっけ佐野。確かね、パチンコ屋があるんだよ。パチンコ屋がこの辺にあって、この辺佐野だよね。え、この辺佐野だよね。もう佐野あたりだよ。佐野緑町ってこの辺じゃない。いや違うんで、確かね、ヤドカリトヤマという男が道案内してくれてる佐野ラーメン。ちょっと待って、あ、水の方向ですね。ちょっと待って、これね、あ、これ右。ちょっと待って、500ラカン行こう。この辺に道があるはず。この辺に左曲がる道あるはず。うわー、思い出した。うわー、この辺懐かしい。富山の村八分。うわー懐かしい。で、この辺どっか左曲がるとこあるはず。どっか左曲がるとこあるはず、これ。あ、じゃあ今、あっこだったかな。
今んとこだったかな。今んとこ左曲がらなきゃいけないんだよな、本当は。ここら辺佐野緑町だって。この辺佐野緑町なんだよ。左、左、これ左曲がれる、これ。おかしんぐちゃんみってるちるだわらわら。よし、ここ曲がって。覚えてねえくせに。いや、覚えてる覚えてる、マジで。この辺、この辺、この辺が佐野緑町のはず。じゃ、もうちょっと左、もうちょっと左、左なんだよね。もうちょっと左なんだよね。ここ左かな。ここ左だな。おかしんぐちゃーん。台本です。今行っても真っ暗で閉まってるだけだろう。いや、そうなんだけどさ。梅雨だく。インド人を右に。これまっすぐで行ったら。こんばんは、西東平蔵です。まあ、西東平蔵なんだけど。巨人が11年ぶりの言ってアットマークヤドカリ富山君に向かうのですか。すごい住宅街。500ら間行こう。これ左じゃない。おかしんぐもついでに富山湾へ沈めてください。ほら、佐野緑町住居案内図。ほら、これ佐野緑町住居案内図って書いてあるじゃん。佐野緑町住居案内図だよ。で、あの、協賛株式会社富山久保田なんだよ。住居。協賛が久保田なの。協賛が久保田。で、なぜここに。え？これ佐野緑町なんだってここ。で、ここ書いてあるもん。佐野緑町住居案内図って書いてある。富山久保田。で。そんだけなんだけど。そんだけなんだけどさ。で、ここ右曲がったら、ここ右曲がったら、佐野緑町簡易郵便局あるんだよ。覚えてる覚えてる。で、佐野緑町の公園もあるんだよね。ほら、これ。この左のこれ。これが佐野緑町簡易郵便局だ。で、この右側が佐野緑町の公園だよ。おーおーおー、覚えとるもんだね。佐野緑町公園。佐野緑町公園だね、これね。そんだけですけどもね。皆さん、佐野緑町簡易郵便局で検索したら出てくるから、この場所が。公園もちゃんとあんの。なんか現在地って言ったら西東平蔵になると思うけど、でも、あの、れっきとした佐野緑町だから、これ。で、現在地は、いや、だからね、この、電柱のところにも書いてあるもん、ちゃんと。佐野緑町って、ここは。まだ普通の住宅地なんだけどさ。とりあえず一コロに戻りますけれども、一コロに戻るわ。いや、もう帰る帰る、今度こそもう帰る。もうコサリカも諦めるわ。もう無理だ、こんな時間だったら。もうみちゃんもなんか死んでるし。これが北陸久保田ね。これ左側のが久保田の看板ね。佐野緑町にある久保田ね。で、なんか石川建設っていう建設会社もあったから。いや、釣りやるにしても夜中はやだな。やっぱ昼ホタルイカ行きたいけど、だってもう無理でしょ、こんな時間。もう1時過ぎちゃったし、このままわしでエビへ向かうよ。これまっすぐ行ったらどこ着くの。まっすぐ行ったらどこに着くの。わし全然わからん。一コロすらわからんから、うん、道わかったよ。一コロ沿いの、あの、なんかでかいパチンコ屋の向かいにね、あるんだよ。これまっすぐ行ったら氷見って書いてあるけど、奥さん、これまっすぐ行ったら氷見着くってねえ。まっすぐ行ったら氷見だって。ねえ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 、氷見行くって。シミじゃなくて、キミに行くって。どうすんの？ラブホテルあるけど。ホテル、ピアっていうラブホテルがある。
何しに氷見行くの、この時間、この時間に氷見って何するんですか。ピンク山は確かに氷見方面だね。高岡と氷見のあの間ぐらいにある、あの天原市あたりじゃない。あ、この辺佐野だ、佐野、諏訪佐野、諏訪佐野っていうところ来ちゃった。諏訪佐野って交差点来ちゃった。次の信号は左、これ左行くんですか。これこれ諏訪佐野左行ったらどこ行くの。これそれこそ住宅地ですよ。ああ俺の母親の実家どこにあるんですか。黒部ダム今行けないですけども、多分この辺一帯ずっと佐野ですよ。なんとか佐野ってか佐野なんとかとかそんなんばっかだよ。車買ってもらってないよ。縦型信号変な感じですか。わしはもう横向き信号が変な感じですけどもね。ブリが口からブミズが出る。車自分の金で買いましたよ、もちろん。まっすぐ行ったらどこ行くって。あーこれ右か。あ、右って太鼓山ランド。え、じゃあ右じゃない、これこれ右でいいんだね。あ、ちょうど信号出た。あ、佐野交差点右だわ。やった、ちょうど矢印出たじゃん。太鼓山ランド行くってこのまま行ったら、え、じゃあこれあれか、これ有沢線なんだ。え、これ有沢線じゃん、これ有沢線だって。皆さん太鼓山ランド作って、え、有沢線ってこんな道なの。高岡まで来るとこんなわけわからん道なの。え、このまま行ったら有沢橋でしょ。だって後ろの車がなんか上向きライトで煽ってくるけど、知らん。え、有沢線じゃん、奥さん。これ有沢線だよ、これ。え、何これ、新高岡駅、トイレが何これ、うん、まっすぐでいいんだよ、これ。え、こっち行くのこれ。あ、あ、これこっちで行く、こっちか。よう分からん、よう分からん、この道。全然分からん。能越道行くわけないじゃん、今から。能越道ってどこまで行くの、大泊まで行くの。もう夜明けだから、もうマジで奥さん。有沢線出て、まあ、とりあえずどこ行く、どこがいい。ヤドカリ先輩にどうしてもらえばいいんだ。でもヤドカリ先輩は太鼓山ランドって言ってもわかんのか。とりあえずまっすぐ走りますけれども、とりあえず太鼓山ランドまではまっすぐだね。そのまま有沢線で有沢橋越えるのはちょっと嫌だから。やっと高岡の市街地に来たのか。これ左曲がったら新高岡駅だってさ。集金じゃないよこれ。コーヒー飲みたいくらいですね。あ、まっすぐ行った富山って書いてありますね。ちょっと空がすでに、空がちょっと明るいですけども、すでに空がちょっと明るいのどうしたらいいのこれ。太鼓山ランド行かないけど、太鼓山ランド行かないですけどもね。テクノドームがあるの、この先に。もう夜明けですよ。夜明けっていう地名もあったな、そういえば。どっかにスポンサーは石油王じゃありません。確かに有沢線ずっとこれ高岡方面行ったことなかったな、わし。まっすぐ行った富山市ですね。イミーズ入って富山かな。太鼓山ランドは水だけど、
あ、今日も車中泊かな。うん、眠たい。海洋丸行かないよ。海洋丸にホタルイカいないし、だって海洋丸もね、ライトアップはこの時期やってないですよ。呉葉山はまあ通り道みたいなもんだけど、でもな、もう空明るいんだよな。呉葉山の柱に出会うから嫌ですよ。え、これ庄川かな。俺のコインも入ってくれ。ちょ、コインも貼っといて、ちょっと。名前がわからんからコイン貼っといてください、ちょっと。空がちょっと明るいんですよ。さあ、障害渡ります。やっと障害渡ります。もう、あれだけ待ち望んだこの障害をね、今私は渡らんとしておりますが。でも、明るいよな、ちょっとな。あゆや行くは行きませんよ。障害を渡ればそこは射水市ですね。障害を渡ってしまえばそこはもう高岡市ではなく射水市。ほら、あー腰痛い。まあイカちょっと見あ、ちょっとチラッと見て、チラッと見てみて、ちょっと出てるかなってぐらいで。ああいう小屋はランド抜けたら止めましょう。あ、この辺が大門だ。あ、じゃあこの辺で前あのタコ祭りやったんだな。この辺で前タコ祭りやったんだよ。タコ揚げの祭り、道案内しろやりたいです。ダイモンドタコ祭り、この辺だったんだ。タコ八揚げです。タコ八郎から。画面でっかい顔が映った。国が止まらん。あ、これ黄色か、黄色か、これ。今の黄色でしょ。真ん中で見せて、真ん中が。え、真ん中が赤なの最近って。 そんなことされたら嘘でしょ。真ん中赤することしてんの最近。なんで、え、なんで最近真ん中赤にすんの。ダメだろそれ、さすがに。そんな実験してんの今。いや、失格異常者みんな死亡じゃん。やめてくださいよ、そんなことすんの。そんな色弱いじめすんの。バカじゃない。だ、色じゃなくて形にしてくれよ。丸と×でいいじゃん。丸×三角じゃいいじゃん。なんでこれ色にしたんだろうね。なんで色にしたのかな。今からでも全部変えるべきだと思いますよ。
丸バツ三角でいいじゃん。丸バツ四角でもなんでもさ。何してんの。何考えなかったのそれを。だいぶ多いでしょ。なんで夜中にドライブしてるのか全然自分でもわからないけど、はい、投げ銭のシステムじゃない。場所なんて夜中にドライブしてるの。ただいまの気温は14度、14度だってさ。ボイミもういや、ボイミつけたいのにさ、つけたいのやまやまなんですけど。あ、なってるなってる。電池が全然ないじゃん。何これ、電池が全然ないぞ。充電しっぱなしなのに電池がどんどん減ってるぞ。なんだこれ、電池 1% だぜ。今放送開始に 15% ぐらいあったのに、車で充電し続けてるのに。何これ、たまにそういうこと起きるよな。スポンサーの家なんてないよ。いや本当に電池切れって本当の話ですけど、電池切れって言われてもいいけど、別に本当に今 1% しかない。気づかなかったけど、このまま多分